こんにちは、キョウチャンネルです。今日は最高のクライミングパンツ2を紹介します。はい、ということでですね、今回は、最高のクライミングパンツ、以前ですね、僕の動画でご紹介させていただいたこちらのクライミングパンツの2021年バージョンが登場してましたので、そちらの方をご紹介していきます。はい、まあね、以前こちらの方でもご紹介させていただいたんですけど、まあこれがね、進化が止まらないというクライミングパンツになります。ですので、まあね、このクライミングパンツっていうのをベースにですね、どんどん新しいのが登場しているんですね。まあ、そしてこちらがその2021年の新モデルになります。こちらのね、ついているポケットであったりとか性能が少し変わっているので、そちらの方をご紹介していきます。まあ大体ね、同じように性能はもちろん入ってます。で、それからプラスアルファついたのがこの最高のクライミングパンツ2という新しいモデルになります。はい、素材の方はですね、特に変わってはなくてですね、元々の、クライミングパンツと同じポリエステルが 89% で、ポリウレタンが 11% 入っています。で、まあこちらはですね、紫外線が 90% カットされるというところと、まあ、最大 130% のストレッチが効くというところですね。このね、縦にも横にも伸びるっていうところで、やっぱりこのアクティブな時にも使いやすいパンツになってます。で、まあ、こちらも同じく吸汗速乾になってますので、まあ、汗をかいてもすぐに吸ってくれて、それが乾いてくるというところですね。まあ、同じようにですね、この膝の部分には 3D ムービングカットという曲げ伸ばしが楽にできるという立体裁断がついてます。で、この股下のところにもクライミングカットという立体裁断がついてますので、足をね、こう広げても突っ張らないので、すごく動きやすくなってます。まあ、生地自体もストレッチ性があるんですけど、こういった立体裁断をつけることによって、さらにね、動きやすさが増してますね。もともとある性能とか良さはそのまま引き継いで、プラス付け足してね、新しい商品を作っているので、もともとこのクライミングパンツを使っている方なんかはすごく使いやすくてですね、同じように使えれるんですけど、さらにそのデザイン性、ポケットのその収納が多くなってたりっていうのが追加されています。はい、価格の方もですね、こちら税込み1900円で、もともとのベーシックなクライミングパンツと同じ価格になります。で、こちらカラーの方がですね、このBR チャコールカラー、このタイプは、一色になっています。はい、そして、ここからがですね、この新しいモデルとの違いをご紹介していきたいと思います。まずですね、シルエットの方が、もともとのこちらのクライミングパンツの方はすっきりしてる細身シルエットになってました。で、この新しいタイプがですね、ゆったりシルエットになってます。で、今回のこのタイプはですね、ボルダリングとかこういう岩をね、登っていくようなクライミング、そっちに特化したようなアイテムになっています。まあ、そういうですね、ボルダリングであったりとか、よりね、このハードな着用でも使えるようにっていうところで、ボルダリングとかっていうと、この膝を曲げた状態でさらに次の動きっていうのをすることを考えると、よりね、突っ張り感とかっていうのが、ないようにゆったりとしたシルエットになってます。そしてですね、この膝下部分にですね、こういうアジャスターがついてます。これをですね、マジックテープになってまして、ここを絞って止めることによって、ここの丈の調整ができるんですね。なので、やっぱりクライミングとかだと、あまりね、丈が長すぎると邪魔になってしまったりとかっていう時には、ここをですね、こういう風に絞って止めることができるので、長さの調整も可能です。またね、こちら着用動画の方でもさせていただくんですけど、こういった性能がついてます。で、ウエストの部分もですね、こちらこういうマジックテープがついてまして、ここである程度の調整はつくようになってますね。通常のクライミングパンツの方は何もついてなくてですね、こうベルトで留めたりとかっていう仕様になってたんですけども、今回はもうね、ここのアジャスターで調整して留めて履くこともできるので、そういったところも改良されたポイントですね。はい、そしてですね、こちらポケットがですね、少し変わってまして、
通常のクライミングパンツの方はこちらがファスナー式になってたんですけど、このポケットに関してはこのフラップがついてボタンがついてますね。で、しまうような形になってます。結構ね深めのポケットになってます。後ろ側が結構違うんですよ。こっちのクライミングパンツはフラップと通常のポケットがついてるような形ですね。で、この新しいモデルに関してはポケットがね4つついてます。で、ファスナーがついてるポケットとあと通常のポケットで、この2つがマジックテープがついてるんですけど、このマジックテープついてるポケットは両方とも大きくて、さらにねこの素材がストレッチが効くのでボルダリング用に作られてるっていうのを言ってたんですけど、そういったねシューズも収納することができるんですね。なので結構大きいものをこうそのまま入れてもここの伸縮性があるので伸びて入れることができます。容量もねたくさん入れれるようになってます。まあ、もちろんボルダリング用として開発はされてるんですけど、普段使いもねするのにもこういった機能とかっていうのもすごく役立ってくれると思うので、それもねおすすめのポイントになります。こちらですねちょっとねやっぱり防水とかっていう性能はついてないんで、でも濡れてもね乾くが早いっていうのはあるんですけど、まあそういったところはね気をつけていただけたらなと思います。はい、そしてですねまあ単純にもう機能ももちろんいいんですけど、僕がね一番この気に入ったのはこの色なんですよ。このチャコールっていう色がね元々のクライミングパンツにはなかったんですね。このブラック、このグリーン、サンド、でベージュっぽい色、であとネイビーっていうのがベーシックでありまして、でこのグレーはなかったんですけど、この今回ね逆にこのタイプはグレーだけしかないんですけど、この色味がねすごくいいなと思って、割とね僕暗めの色が多いんで、こういうグレーとかでちょっと抜け感作りたいっていう時があるんですよ。なのでこういうねこのグレーの色のパンツが出たっていうのもすごくおすすめです。でもちろんですね以前ついてた性能通り花粉とかねホコリとかも落ちやすいようなこの素材感になってますので、そういったのをね防いでくれる機能もあります。これはボルダリング用に作られてるっていうところでこの外されてるポイントだと思うんですけど、以前クライミングパンツの方でご紹介させていただいたこのね膝上にあるポケット、これがですねあんまりこう使えないっていう話をちょっと動画の方でもさせてもらってたんですけど、これねそのポケットがないんですよ。なのでこの裏側にポケットがあるっていうところで使いやすさもねすごく上がってると思います。そしてですねこれはねもう皆さん好みによると思うんですけど、これ僕ねこれもいいなと思ったんですけど、これロゴ見えますかね。ここにロゴついてるんですけど、もう同系色でロゴがついてるんですよ。なのでもう全く目立たないんですよね。もうシンプルに使うのに使いやすくなってますよね。今まではねこうやって割とこの白色とかで、まあ、これリフレクトもついてるので反射材にもなってるんですけど、まあ、こういうねロゴがついてたんですけど、このねパンツには、まあ、ついてるんですけどもう目立たないので、もう一見ねついてないようにも見える。まあ、これもねこの新しくなったポイントかなと思います。はい、着用するとこんな感じです。173cm、67kg で L サイズを着用してます。まあ、これね同じ L サイズなんですけど、この丈感もすごいいいんですよね。割と今までのやっぱりクライミングパンツは L だとちょっと丈も長かったんですよ。なんですけどこれは L サイズでやっぱりねシルエットも少しゆったりしてるので、こう履きやすさがすごく上がってると思います。ね、はい、ちなみにですねこれが元々のエアロストレッチクライミングパンツなんですけど、やっぱりね同じ L サイズ着用してるんですけど、この丈がね少し長いですよね。まあねこれ同じ L サイズなんですけど、やっぱりねこの太もものあたりが結構こうスッキリしたシルエットになってるので、まあこの見た目もね綺麗には見えるとは思うんですけど、この辺はねお好みで使っていただけたらなと思います。そしてですねこのアジャスター部分なんですけども、ここにねアジャスターがついてまして、この丈の調整ができるようになってますね。でこれを中にまず入れます。でこうやってこう短くしますよね。でそれをやっぱ入れるだけだとね落ちてきたりするので、これをこうマジックテープで締めて止めることができます。
なのでこういう風にね、あの丈の調整ができるので、ボルダリングする方なんかはこの辺がね、こうちょっとこうもたついてここにあると邪魔なんでしょうね。なのでこういう風に止めて、こう登りやすくとか、であとね、これ自転車の方とかもいいんじゃないのかなと思います。自転車もね、やっぱりここがもたついてるとみんなこう止めたりね、絞ったりしてる人多いと思うんで、まあ、こういうね機能がついてるとすごく使いやすいですよね。はい、そしてですね、こちらここにはね、あのドローコードもついてますので、これでね、こう絞るとここまで上げたくないなっていう時はちょっとね、この辺りの丈でも調整が効くようになってます。まあね、これボルダリング用では作られてるんですけど、もちろんね、この性能とか素材とかっていうのは同じ素材感で作られてますので、もちろんね、そういうアクティブな登山であったりとか通常の時もね、使うこと全然できると思うので、まあ、そういったところもね、すごくおすすめです。で、さらにそのポケットとかも多くなってますので、大容量で収納もできるというところで、今回の新しいモデルはさらにやっぱりパワーアップしてるなっていう感じです。これがですね、やっぱり進化が止まらないと言われるゆえんですよね。はい、それではですね、今日もこちらの方でコーデ組みましたのでご覧ください。はい、ということで今回は最高のクライミングパンツ2を紹介させていただきました。まあね、これ新しく改良されたモデルなんですけど、価格もね、そのまま据え置きで変わらないままですし、でもちろんね、そのボルダリング用という風に開発されてるんですけど、まあそのアウトドアシーンであったりとか、もちろんタウンユースでもね、全然使えると思いますので、すごくこの色もね、おすすめなんで、ぜひ使っていただけたらなと思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございます。本当にですね、チャンネル登録皆さんしていただき本当にありがとうございます。ここまでね、皆さんが本当に見ていただけるとはもう僕も思ってなかったんですけど、まあ、これだけね、見ていただいて、いろんなね、お声もいただいているので、本当これからもいろんなものをね、紹介していきたいと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。またね、チャンネル登録されてない方はこれからもいろんな発信していきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。あとですね、 Twitter と Instagram の方もやってまして、そちらの方にはね、コーディネートをまとめてアップしたりしてますので、またね、そちらの方もよかったらフォローしていただいてご覧いただけたらなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。